移動を作戦に今回は来ております。JR 九方口に来ております。こちらからですね、今回、新しく、延伸した路線がありまして、そちらに乗っていきたいと思います。大阪東線経由の直通快速っていうのに乗っていきます。今回何が変わったかと言いますと、新大阪までしかなかった、大阪東線がですね、今日3月18日で、大阪駅の地下まで大阪駅まで延伸されたということで、どんな感じで行くのかちょっと見ていきたいなと思います。以前奈良新大阪を結んでいた直通快速は207系321系の7両編成でしたが、3月18日からは地下の大阪駅まで延伸されて221系8両編成に車両変更されました。こちらは大和路線を走っていく普通列車 JR 難波駅です。約10年後にはこの終点の JR 難波から10年後に開業予定の浪速筋線を通って、本日向かう予定である梅北エリアにある大阪駅に直通運転することが可能となります。今回乗車する車両はこちら、奈良からやってきた直通快速大阪東線新大阪方面大阪駅です。今までは大阪駅へ向かうのに大和路快速に乗車し、天王寺、新今宮、西九条などの主要な駅を止まっていくため混雑が激しく、梅北エリアには行きづらかったのですが、この開業によりその天王寺などを通らずに直接大阪駅まで向かうことができるようになりました。去年新大阪まで延伸された時は新幹線に乗り換えするのにとても便利になり神かと思ったんですが、さらに進んで大阪駅まで行けるという本当に神ルートが開業したと思います。この大阪東線が花店まで開業した際は使用していた車両は223系6000番台でした。設備はその時と同じ設備に戻りましたが、走行性能などは退化してしまいました。前回のダイヤ改正では大阪東線の普通列車が4ドアの201系から221系に変更、その時には直通快速は7両編成の207系と321系でしたので、車内設備は優等列車がロングシート、普通列車がクロスシートというグレードが逆転した状態となっていました。今回のダイヤ改正で大阪東線に入ってくる営業列車は全て転換クロスシートの車両となってしまいました。以前は6両編成のウグイス色の103系も乗り入れていた大阪東線、また歴史が一つ動きました。また開業当時の直通快速はこんなに速くなかったのですが、ダイヤ修正を行ったのか100キロ近くで爆走していきます。これも以前から乗っていた人間からするととても違和感を感じます。列車の進行方向左手には天王寺付近にある大阪のあべのハルカスがあります。終日混雑している天王寺エリアを通らずにこの大阪東線を経由し大都会大阪駅に向かえるのはとても便利なことだと思います。2008年の開業当時は大阪東線の起点駅だった花店駅に到着です。その時の直通快速はこの駅から学研都市線東西線を経由し尼崎まで走っていました。そしてもう一つ直通快速で変わったことがあります。花店を出ると以前は新大阪までノンストップでしたが、なんと阪急電車との乗り換え駅 JR 淡路駅に停車するようになりました。阪急の淡路駅といえば特急列車も停車する大きなジャンクション駅ですが、今回の地下の大阪駅が開業するにあたって阪急電車からの集客を見込んで今回 JR 淡路駅に直通快速が停車するようになりました。建設ラッシュの阪急淡路駅が見えてきたら JR 淡路駅です。今建設ラッシュとなっている阪急の淡路駅です。上下線で方向別のホームを作るため3階建て構造となります。
そのためこの大阪東線も超えるすごい大プロジェクトとなっています。この大阪東線の直通快速停車とともに期待を寄せられる高架化工事となっています。阪急の淡路要塞と呼ばれる大規模高架化工事の姿を横目に JR 淡路を出発です。本当に京急の蒲田駅のような状態になるようです。列車はあっという間に新大阪に到着です。この駅から大阪駅までが今回新しく大阪東線の列車で乗れるようになった区間です。そして今回開業した大阪駅ですが、メリットがあるのは特急はるかや黒潮のもともと梅田貨物線を使用していた列車が利便性を図るための停車となります。京都新大阪を発着する紀伊国線や関西空港方面の特急列車はこの大阪の梅北エリアを通過し、以前紹介した梅田貨物線を通り、大阪環状線の西九条から天王寺を通り阪和線に入り各方面に向かいます。そのため大阪から阪和線への特急列車に乗るにはとても不便でした。今回の開業によりその列車に大阪駅から乗車することが可能になり、阪和線への特急列車のアクセスが格段に向上しました。終点の大阪駅に到着です。目の前にはテレビで報道されていたフルスクリーンのホームドアが見えてきました。こちらは車両に合わせてホームドアが稼働し、どの車両でも対応できるようになったホームドアになっています。なので特急黒潮の車種が違っていてもドアの位置をいろいろ合わし、黒潮の全車両に対応するわけです。そしてホームドアには出発時刻と列車名、そして停車駅などが全て記載されているディスプレイまで表示されています。これはとても便利になりましたね。そして次の特急列車まで下の方に出ています。そして直通快速はこの21番線を折り返すようです。大阪東線の普通列車は反対のホーム23番線からでした。新しく開業しました地下の大阪駅降りてみました。すごいな。まあ出来立てということもあり皆さん写真撮影に必死でございますが、まあ、この大阪東線に延伸した直通快速乗って、こちらにやってきました。本当に綺麗な、本当に今日開業ということでめちゃくちゃ綺麗な面白い駅でございます。そしたらね、ちょっと面白い改札機がありますので、ちょっとそっちに、降りてみたいなと思います。見えてまいりました。こちら皆さん写真撮影をしてますけども、このゲートのような、空港のゲートのような入出場口、これをちょっと体験してみよう。面白いですね。
何かの登録をしておけば、なんか、そのまま出るみたいですけども、どういう風に、登録すればいいか僕はさすがにわからないんですけども、なんかスルーしていく方もいました。でさっきみたいにこの、そのまま出ていった人はダメっていう、係員にお知らせくださいっていう表示も出ました。普通に僕のように IC カードの人は、横でタッチして入るわけですよ。そういうのね、なかなか最先端の改札でございます。こちら一番出口の方に出てみたいと思います。どの辺りに出るんだろう。このスカイタワーの前かな、この辺に出るんかなと思うんですけども、とね、グランフロント大阪とね出口直結してるとこもあるんですけど、この一番直近の一番出口というのが出てみたいと思います。はい、出てきました。一番出口でございます。こんな感じか。あれは多分まだね、通路が繋がってないエレベーター、あれ一番上まで行って開いたらなかなかネタですよね。まあまあ対応してないってことで、こんな感じの位置関係でございます。これがルクアン大阪とか、大阪ステーションシティとかの場所ですね。ですぐ左を見るとスカイタワーでございます。もうほとんどのね、YouTuber さんが、出してると思うんですけども、この梅北の地下の出口から、元々からある大阪駅の西口までの、通行証みたいなのをここで発行してるらしいんですけども、ちょっと僕時間の都合でちょっと今日はそれやめときます。また今度紹介したいと思うんですけども、今はもうそれがちょっと話題になってまして、結構それをかもらうのに若干長蛇の列になってまして、ちょっと今日は断念したいと思います。ということでね、特急はるか先ほどの可動作、フルスクリーンの可動作にの、ホーム21番線ということで、乗っていきたいと思います。ちょっともう一度このゲート使ってみたいと思います。入ってこちら、向かって左の方ですね。こちらは一応もともとからある方に続いてる出口もあるらしいです。帰りはこの旧法寺行き乗っていきたいと思います。終点の旧法寺前各駅停車です。ご利用のお客様は車内でお待ちください。
急行駅です。終点急行駅まで各駅に止まります。電車は6両で運転しております。お手洗いは1番前の車両、1号車です。車掌は高田です。終点急行駅までご案内いたします。次は新大阪です。新大阪です。はい、ということで久宝寺駅に到着いたしました。久宝寺から大阪駅まで混雑を避けて、ね、外環状線のようなルートで迎えるということで本当に便利になりました。この221系のヘッドマークにも書いてますけれども、この日同時に奈良線の伏線化も一部完了しているということです。よりますます便利になっていくということですね。はい、ということで今回の動画はこちらで以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いいたします。また Twitter、ブログ、Instagram もやってますのでぜひご覧ください。